困難救助隊の初代隊長の黒田武博です。困難救助隊というのは、こういうふうに言うのを YouTube さんでやらせてもらってますけども、結婚したい人が結婚できないっていう社会なんですね。それをもっと心配していただけないかということでお願いして、ただお願いするだけでは同じ内容になっちゃいますんで、大体、映画やドラマの感想を述べてるというこういう形になってますね。今日はなんですかね、ちょうどね、森会長事件がありましてですね、女性蔑視がなんとかとか言いましたけれども、コメント欄の方にもですね、一つ男の人が書いてきまして、最初ジェンダーフリー賛成とか書いてきたんで、まあなんやかんやこう甘く書いちゃったんですよね。なんて書いたか忘れちゃったんですけど、その後で、いい気になってですね、なんで結婚すればいいじゃないの、なんでできないのとか書いてきたんで、この人は気持ちわかる人じゃないなと思ってブロックしました。そんでいいんです。あとその森会長もね、謝んなくてもいいんですよね。なんでこのマスコミが悪いですよね。だいたいこのうちはラグビー協会の女の人たちの話 してって、多分おそらくその人たちは仲間ですからね。またなんすか、森のおっさんはろくなこと言わないわぐらいにうちわの人は考えてたかもしれないのに、外野がねもうやんややんやで、世界まで含めてこの日本のねマスメディアからこの何ですか、どんな人ですか分かんないですけど、なんか男を敵に思っているような女の人たちがですね、もう周囲見合わせたって、そんなに森会長の言ったこと怒ってませんよ。これ本当にね、仕組まれたあれですね、政治的ななんか裏があるとしか思えないようなね、本当にね、こんな国じゃダメですね。本当になんか、なんていうか、異性に対する気持ちがないですよね、逆にね。逆にですよ、大体森喜朗さんはね、随分もう 数年間にわたって一生懸命こう尽力して、オリンピック誘致のためにやってきた人を、急にねそうやってこの言葉尻捕まえたぐらいでね、もしもそれだってあの程度でね、なんか会議が長引くんだぐらいの程度で、よく考えてみなさい、そのくらいの程度ですよ言ってることは。そんだったらね、綾小路きみまろさんなんかもう国外追放になっちゃいますよ。こんななんか思考停止っつうか、小学生だってなんでこんなことで怒られるのって思っちゃうくらいのレベルの話ですよこれ。本当にね、信じられないですわこれ。マスメディアにしても、その同調する大の大人か子供か分かんないですけど、そういう辞任に追い込んだっていうのはね、逆に恐ろしい国ですよね。巧妙なね、偽善者的、弱者的、なんつうのかな、それで言論統制ですよね。よっぽどね、人によっちゃ女の人より男の人の方が苦労して大変な目に遭ってる人いっぱいいますよ。何やってんですかね、本当にね。本当に頭きましたね、本当にこの。何なんでしょうね。まあ、今日はね、だから今見終わったばっかりですけど、見惑されてっていう、1990年ですから、私が23歳くらいの時。主役はね、萬田久子さん32歳くらいの時。で、共演が蟹江敬三さんがね、40何歳さのくらいで。で、あと斉藤洋介さんもね出てて、もうこれ笑っちゃいけませんけど、斉藤洋介さんだけど去年亡くなっちゃったんですよね。で岸区も蟹江敬三さんはもう6年前くらいに、2014年くらいかな、亡くなってたんですけども、もうそんなになるんですね、びっくりしちゃったんですけど。岸区もどちらも69歳で亡くなってるんですね。その2人がまあ男同士で、まあライバルでもないんですけど、もう
万田久子さんはあの教授であるあの斉藤洋介さんの役の人とも結婚して11年目だそうです。だけどまあそれでね、まあ、空気のようになってるっていうか、うん、まあそれではそれでね、ただそこになんかあのヤクザの綾文の役の大学でのインテリヤクザのこの蟹江敬三さん演じるね人がこの一目惚れしてしまって、たくさんのバラの花をこう誕生日に送ったり、夫の方は忘れてるのに、うん、なんで誕生日知ってたかはちょっとなんか調べたのか分かんないですけどね、まあ、そこら辺はいいとして、まあいいとしてっていうのも変な言い方ですけど、あとなんかこの180万もねするね、まあ1990年って言ったらバブルですけどね、ただヤクザの綾文ですからね、何で稼いだか分かんないっていう面もありますけど、まあ、それはまあフィクションなんで置いといてとですね、まあ、置いちゃいますけどね、まあそれもね、買うんだって言ったらそこで撃たれちゃうわけですよ、あの抗争してる別のところの組員、危険を犯してまでね、それだけ初恋だったっつうんですよね、40過ぎてだから非常に変わってるのか変わってないのか分かんないですけど、まあ、順序は順序だったんですよ。で奥さんはそのでその子分からね危篤状態だから見舞いに来てくれって電話で懇願されまして、夫はちょっと嫌な顔するんですけども、万田久子さん演じるその主人公はね最初は嫌がってたけど、そこまでいろいろ強引にアプローチしてきて、まあ、本当はいけませんよ、これ不倫ですから。ただ順調にね、指一本触れることなくね、本当にまあ順調にかっこつけたかったんでしょうね、初恋遅い初恋の人にね、うん、まあダンディズムの一種ですけど、ちょっと変わったダンディズムですけど、まあ蟹江さんがねかっこいい雰囲気ですから、でこう飛び出してね、うん、見舞いに駆けつけに行く、死なないでっていうところで終わるんですけど、まあそれでねプラトニックで終わってれば本当にかっこいい任侠かもしれませんし、ただね不倫はいけませんからね、うん、ただそこまでは言ってない、なんていうか純情な憧れを持った、うん、ちょっと遅れてしまったが男性ヤクザの及ぶんだけどっていう、でまあ低切なねあの女性だけれども、うん、その何ですか、優しさじゃないですね、なんか情熱に惹かれたから見舞いに行くというねヤクザっていうね、そんなドラマだったでしょうか。有明夏夫さんっていうね、直木賞作家なんですね、なんか時代劇っぽい小説で直木賞を取ってるんですね、ミステリーですかねやっぱりね、まあ番組もまあフジテレビ系ですかカンテレなのかわかんないですけど FNN 系わかんないですけど、まあなんて書いてあったかな、うん、まあそこら辺のね、うん、まあなかなかねその結婚といえばやっぱりその一人の男性と一人の女性がねこう信頼しちゃって約束っていう大事なね、規則を守って、愛し合って子供ができればよりいいですし、そういった家族っていうものをね大事にするとこだと思うんで、ちょっとね、ちょっと出会うのが遅かったのかなって、蟹江敬三さんの役の人はねっていう感じではありますけどね、ただそれいうことを思うと、ね、森喜朗日本のオリンピック会長ですか、ちょっと正式な役職か分かんないですけど、数年間ね80超えてからも今83歳でね体も悪くしながらもねあの努力してねいろいろこう世話をしてきたのに、一言その外部の人間がねいろいろこうねいろいろこうね、だから SNS でね亡くなった韓国のタレントさんたちとか日本でいうと女子プロレスラーの木村花さんの事件ありましたけど、あれと同じなのことをやってるわけですよ、それも83歳のご老人に対して、まあ総理大臣もやった人で、まあちょっと経歴的身分はすごい人ですけど、だからといってね
なんかこんな冷酷なマスコミと一部の女性か男性か分かんないですけど、その女性蔑視だなんていうところにかこつけてね、逆に蔑視したくなりますよね、こんなことじゃね。一人のね老人の集団いじめみたいなもんじゃないですか。だからいろいろもう毎日新聞とかね、東京新聞とか、まあ東京新聞は意外とあんまり書いてなかったかな、まあネットなんで分かんないですけど、朝日新聞もまあ分かんないですけど、とにかくね、まあ私としては非常に楽しませてもらってる茨城新聞にしても、あと毎日新聞と TBS とね、ひどかったですよ、あの森喜朗さんバッシングは。この本当にこれで森喜朗さんがね、もしも自ら命を絶ってたりしたら誰が責任取ったんですよね。マスコミのせいですよね。もっとあれですよ、これ森喜朗さんかわいそうっていう意見が発言が出ないと絶対この国おかしいですよ。オリンピックやってるどこじゃないですよこれで。本当はだって新型コロナで世界中がもう 何千人万人か何億人か分かんないですけど死んじゃってるところで、自分たちのね金メダル取りたいとかね、そういう欲望でね、で自分たちはもう競って人よりも身体的能力高くてね、うん、それで勝ってきた人たちですよ。それで負けた人たちは涙をもっと飲んでるんですよ。そんなのにね、これ尽力したおじいさん一人をね、自分たちの欲望のためにこの下ろしちゃうなんてね、まあ下ろすっつったらね、日本で20万件近くある胎児下ろしもありますし、生まれたら生まれたで幼児虐待ですし、なんだこの日本って国はって思っちゃいますよ。何が女性擁護だって思っちゃいますよ。援助交際に枕営業に、あの不倫に、男とっかえ引っかえしてるようなね、そんな女と共謀する男、そんなバカたちがね、マスメディアなんか本当に任侠の薬剤さんよりも本当に汚ね商売してるかもしれないですよこれ。何なんでしょうね、どこで狂っちゃったんでしょうかね。そんなのスルーしたっていい話だったと思いますよ。これでね、この次の秋冬にコロナが蔓延しちゃって、いろんな外国からの違った種類のコロナがね、変異したやつが日本中に集まっちゃって、今年より悲劇になっちゃったらどうするんですかね。だってね、マスコミがバチ当たったんじゃないですか。あのスタップ細胞の小保方さん以来ですよ。あの、川淵さんがね次期会長になるって大誤報ですよこれ。マスコミ各社の大誤報ですよ。プロだったらそんなに勇み足するなっていうことを言いたくなっちゃうくらいのね、罰当たりだと思いますよきっと。これマスコミとか、あと13万人とかね、森喜朗会長を辞めろとか言った部外者、お前ら他人だろっつうんですよ。当事者の気持ちが分かんのかって言うんですよ。多くの人がショックを受けてますよ。何が女性蔑視だバカ野郎ですよ。大坂なおみ選手だって勝ってたら喜ばれてんじゃないですか、ボケ。